とチャンネル登録者数が500倍に増え、ツイッターも30倍ほど増えました。みなさーん、藤井葵です。ちょうど1週間前に葵がバーチャル YouTuber を始めましたよって動画を出しました。で、あれから皆さんすっごく探してくれたようで、あの新人 VTuber 男性とか、あのツイッターの検索ワードにあるぐらい探してくださったそうで、なんとチャンネル登録者数が500倍に増え、ツイッターも30倍ほど増えました。みんなすごすぎです。ということで、今回の動画はついにネタバラシをしたいと思いまーす。てってれー。そこで今日はこの方をお呼びしました。よろしくお願いいたしまーす。やあ、全面食ニテラソウゴだ。いや、葵に似てるね。パクった。ふん、小娘が生意気に俺様を模倣するとは、いい度胸だ。え、なんでさ、あのさ、そのあのだで、貯めるの。変なの。カメハメハを貯める原理と同じだ。え、ちょっとさ、それあんまり気持ち悪いからやめた方がいいと思うよ。ふはははは。この帝王学がわからぬか、平民よ。ニテラッチさ、あのさ、チャンネル登録数、あの一体何人になったの？聞きたいか、小娘。なんと、驚異の6人から3000人超えだ。すごいじゃん。新人なのにすごいね。帝王には先も後も関係ない。俺様が VTuber を始めた時が VTuber 元年さ。はね、それさ、どうでもいいとしてさ、あのあれあれ、ツイッターもさ、結構グイーッと伸びたんでしょ？今では1400人もの民が俺様の魅力に気づいている。面白いって言ってくれる人いっぱいいたね。でもなんかコメントをさ、葵も結構拾ってたんだけどさ。センスがある人間はニテラと強く惹かれ合うんだ。いや、葵はよくわかんないんだけど。ナンセンスめ。ということで、このニテラソウゴが藤葵の演じる VTuber でした。名前のですね、ニテラソウゴを読むと藤葵って読めるように実はなっております。で、みんなね、早速すごいニテラ様にもコメントをいただきありがとうございました。ただ、前回出した動画の前までは1週間で登録者数が6人で、ツイッターも50人弱とバーチャル YouTuber を始める大変さっていうのがね、もう本当に分かった気がします。ただその中でたくさんの新人 VTuber さんを見てきて、あー、バーチャル YouTuber を支えているのはこういった方々の活動があってこそなんだなと気づかされました。本当に今ではたくさんのバーチャル YouTuber さんが存在して、これね、あの自分の好みに合った方を見つけることができると思ってます。で、同時に人々の目に触れる機会がないだけで、すごい才能を持った方々も本当に本当にたくさんいます。で、藤葵はそんなバーチャル YouTuber をやってる、そしてこれからやってみたいと思う皆さんも応援したいです。皆さんも今回の動画を機に、たくさんの広い世界へ目を向けてみてください。きっと驚くような出会いや、あとはなんだろうな、楽しさが待っていると思います。今後のニテラの活動に関しては皆さんの意見も見ながら決めたいと思いまーす。民よ、分かったか、お前たちの意見が大事なんだぞ。ということで、改めて藤葵がやってたバーチャル YouTuber はニテラソウゴ。そしてチャンネル登録者数は、普通にやってたら1週間で6人、ツイッターは47人という結果でした。ちっちゃらー、ちょっちょろー。やっぱりあれですね、 YouTube って本当に難しい。ではバイなら。パクらないでもらえるか、タミ。は
は。は。チャンネル登録はこちらからお願いします。ん、菊之丞、これカメラ近くない？あ、ごめん、ちょっとズームしすぎとったわ。